元バレーボール女子日本代表の加納舞子が20日、インスタグラムを更新。恩師と写った、まだ小さかった頃の写真を公開した、写真。加納舞子が公開した、恩師との、懐かしショット、ジグザグ前髪のショートヘアーがキュート。加納は、若かりし頃の菊間先生と私おめかししてるから姉の祝勝会かなんかの時かな。とコメント?ハッシュタグでは、シャープいいねトラップ、シャープ八王子実践、と綴った。写真には、八王子実践高等学校の女子バレー部元監督、菊間隆史ほこらさんと、おすまし顔でダブルピースしている加納の姿が写っている。澄んだ大きな瞳とジグザグ前髪のショートヘアーからは、活発で可愛らしい雰囲気が漂っている。幼い頃の貴重な写真に続々とコメントが寄せられる中、元バレーボール女子日本代表の竹下佳江も、まんま、と反応。ファンからは、可愛いです。まだ顎尖ってへんやん。顔出来上がってる。面影がありますね。ちっちゃい頃から美人だったんですね。などの声が上がっている。